クラッシュクラッシュは上半身に道義を着て行う投げだけで行われる柔道の立ち技に似たウズベキスタン発祥の格闘技でウズベキスタンの国技。その源は紀元前4世紀頃まで遡れる古くからトルキスタンで行われてきた民族的格闘技。ティムール帝国のティムールの時代に武術奨励作の一環として盛んに行われるようになり、その後、 幾多の歴史的攻防の中で発展、衰退を繰り返し現在に至っている。現在の形はウズベキスタンが1991年ソ連から独立したのを契機として、従来の民族格闘技を超えて国際的競技に脱皮しようという意見が持ち上がった際に、クラッシュ関係者を中心として、柔道関係者、三歩関係者を交えて、研究を重ねた結果形成されたものである。 現在では、トルクメニスタン、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタンなどの中央アジア地域を中心に盛んに行われており、競技人口は100万人を超える。第1回国際クラッシュ選手権大会は1998年9月5日から6日の日程で、ウズベキスタン共和国田市県とで行われた。国際大会などでは、各国土着の格闘技などからも参加者があり、 日本では柔道の選手もクラッシュに参加をしている。国際競技連盟は国際クラッシュ協会。国際クラッシュ協会は2018年現在ゲイスフに加盟していない。アジア競技大会では2018年ジャカルタパレンバン大会より正式競技として採用された。ありがとうございます。